はい、どうもって。わけで、今回ね、元モームス福田アスカ活動再開、この記事を読みたいなって思ってます。なんか最近記事読んでばっかだな。うんうん、記事全部落ちますか。いや、あ、ちょっと待って、読む前にさ、俺ちょっと思うんだけどさ、あ、お知らせ、あの、本当申し訳ないんですけど、自分の顔が出てる動画は本日の9時までにはもう削除します。はい、11月8日の7時までには、あ、9時までには、削除します。まあいろいろあってね、ほんとすいません。で、それに伴って、チャンネルの変更もします。あの、後々言うんで、まあ、知りたい方とかそういうわけじゃないんですけど、まあ、後々動画アップしますんで、よろしくお願いします。はい、で、じゃあ読みますか。男女ツインボーカルの3人組ユニット、ピースズトムっていうのかな、トンがデビューアルバムダブルファンタジーを明日11月9日にリリースする。大きな画像は見なくていいね。うん、ピースアンドトムは、ピースズトムは山、ちょっと待って、英語多くね。ヤマンチャングプログラミング G というジャーのメンバー2名とテアラーのボイストレーナーだったアスカにより、今年2月に結成されたユニットジャック・ジョンソンなどに影響を受けたオーガニックなアコースティックサウンドを軸に、多彩なジャンルを組み合わせた風通しのいい音楽を作り出しているね。だとさ、あとちょっと俺記事の途中だけどいいかな。ちょっと俺が今考えてることね、あの、近々、いや、わかんないんだけど、ちょっとやりたいなって思ってることは、ニコニコ生放送やりたいね。めっちゃやりたい。もしかしたらニコ生に行くかもしれません。ニコ生移住多分するかもしれない。多分。あの、カメラとか、マイクとか、新しく買わなきゃいけないんで、そういうのがあるんで、わかんないですけど、まあ、いや、読もう。ボーカルのアスカ、モーニング娘。の第1期メンバー、福田アスカとして活動していた系列を持つアーティスト。彼女は、4月にモーニング娘。卒業と同時に芸能界を引退しており、その後は、あ、引退したんだね。名前誰だかわかんないけど。その後はボイストレーナーなどとしても活躍していたが、今回の作品で12年半ぶりに音楽活動を再開することになる。アルバムにはゲストとして王族バンドのティッシュ姫、フライングキッズの、読めない、ザ・キャプテンズのテッドなど、多彩なゲストが参加。CD には全9曲が収録され、さらに DVD も同梱される。なお、ピースズとはパーシャーシャーオフィシャルサイトでは、昨日11月7日よりインタビューを公開中。各メンバーの子供の頃から現在に至るまでの経歴や結成までの流れなどが初めて明かされている。11月19日よりは東京マレーシーブラザー渋谷1階プラザにてピースバーバー入場無料のインストアライブ&握手会を実施し、翌11月20日には東京渋谷ミッキーウェイ
っとわかんない。ミルキーウェイだ、ミルキーウェイ。にて、レコ初ライブ、ダブルファンタジー発売記念ライブが開催された。すいませんね、田舎もんで。なんて言ったって、ここ、ど田舎だからね。が開催される20日のレコ初イベントは、サポートメンバーにはザ・キャプテンズのテッドと陽介を迎え、バンド編成でのライブを行うと。で、これが収録曲と。まあ、絶対買わないですけど。はい、終わり。終わり。じゃあ、あと、あと6分ぐらいはフリートーク。ね。チャンネル変えますんで、チャンネル登録者とお友達の人には、後でメッセージで、送りたいと思います。自分の、新しいチャンネルの URL を。まあ、そうやっていくしかないんだよね。これからも見てくださる人は。まあ、いろいろあったって話。ロックステージの動画消さないから、まあ、顔が出てるのは消すけど、これは消さないよ。今この動画は消せません。で、シャラポワの鳴り声が議論にとか、衝撃宇宙人違いとか、は消さない。そういう系の、俺の顔が映ってない動画は消さない。まあ、話せば長くなるんだよ。話はしないけど。違うところでまたアップしていくんでよろしくお願いします。できればコメント、評価してくだされば嬉しいです。この動画もコメント評価してください。ちょっと、食べながらですいませんね。いや、なんかね、ちょっと、いろいろ学校でありまして。まあ。まあ、簡単に言うと、指丸さんみたいになってしまったと。以前あった、やべ、あ、やべ、今、ID 見せちゃった。Yahoo Japan の ID。いっか、ログインはできないか。ログインできたら、ログインはできない。うん。あ、雨が行く。余ってまーす。大丈夫だよね。きっと大丈夫。邪魔よ。スーパーマンって名前でやってます。アメーバ ID を教えてほしい方は言ってください。外れたマジ何のかって話になる。うん、いらね。うん、いや、でも終わる。これ、なるべく人が少ない21人。やばい、終わる、お詫びいただいて終わった。うん。上出来だろ。上出来。あ、終わり。